ははいいどううもおはようございます今週の、uh, FX 相場解説をお届けいたします今回のね動画は速価塾の塾生ん限定とあと FX オリガルヒの共通になります今週1週間をちょっとね見通していこうかと思うんですが今週はね FOMC の発表がありますね今回までと FOMC ちょっと違うのは利上げのペースをちょっと落とすんではないかなっていうふうに言われてるんですよねで前回そのようなことを FRB の、uh, ね 会長が示唆したところもあってそこからねでしょですのでこれを踏まえてちょっと警戒していかなくてはいけませんテクニカルで勝負する方は FOMC の間はやらないっていうのが正解になりますですのでこの講座ではまあその間材料が動いてる間はまあ見ておきましょうとエントリーしないでおきましょうということになります でもやっぱりね FMC でも何でも挑戦したい方もいると思いますのでそれから1週間の展望を話す際にはそういったことも込みでね、えー、お話していかなくてはいけませんので、まあ、よろしくお願いしますまずはこの週足1週間が変わりましたので週足を見ますけども一番警戒しなきゃならないのは何だと思いますこれ高根県でヘッドショルダーですよこういうふうに出てきてこういうふうに山があってねここまで出来かけてるでしょでもしかしかて今 陽線がここに見えますけども、この陽線がヘッドのショルダーのもう一個の肩になっている可能性もあるんですよ。こういう風な形ですよ。ここが見通せるかどうか、すごく大事なのと。あとはね。ここのあの赤く引っ張った線が集中してるでしょで、かなり重要なこのポイントになるんですよ。この辺りが。まあ、いろんな値、ね、動きがありましたけども。 この赤いラインが6本ありますけどこの6本の間にさまざまなドラマがあったってことなんですよでそこを貫くためのこのヘッドショルダーが出来かけているところを合わせていくと、うん、テクニカル的に考えたらズバッと落ちていってもおかしくないかなと思いながらなんですよで、えー、今年の頭が115円くらいで始まりましたんでねそっからあの例の、えー、ロシアの問題があってズバッといったわけじゃないですかでどんどん上がっていったわけですよ とにかく倍さえやれば勝っておけるようなところが8月あたりまで進んでそっからね今度は円高の方向に行ったということなんですよでこのイメージを持っておきましょう、えー、と大きな時間軸では、まあ、大きなねイメージを持っておくことが大事ですからねこれが描けるかどうかなんですよそしてこの通りにならなかったらどうするってことも考えておきましょう先週なんですけどもんあの円安の方向に行くのかな円高の方向に行くのかなところあのフォーキャストするわけですけども あ,のあれですよ138円の方向に行くと思いながら1週間見ていったわけですけども実際138円どころか今136円の半ばぐらいじゃないですかうんでも1週間の展望が違ってもちゃんとテクニカル分析していけば修正しながら利益を取っていけるってことをこの1週間しっかりとお伝えできたんじゃないかなと思いますもしねまだよく分かんないよって方はね週間まとめがありますのでとりあえずそちらの方をご覧くださいえーそれでは あ週間まとめはす,すいません即化塾の方は見れません <laughs> 恐れ入りますがはい次ですねデイリーの方いきますよえデイリーの方いきますとここまでで、えー、すっかりとうん上がっていったその相場がグーッと落ちていってほら三角形を書くような形になってますよねでこれはあの以前も予測した通りですあの上下を繰り返しながら三角形になる例が多いよとでこれを1時間だと逆三角形があるよね っていう方でえーまあ、いろんな時間軸見ないと勘違いするよっていうこともねお話だと思うんですよこれ今週の話だったですね先週か先週の話だったと思うんですよねだからその辺が今回俯瞰して見れればよろしいかと思います、えー、三角形ができたでしょってことですよねまあ、できつつあるっていうのかなあともう一息でできますけどもねまあ、ほぼできたと言っていいでしょうで、えー、このデイリーから分かることなんですけども えっとデイリーがだん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 ね上下にヒゲを出して実体が薄くなってるってことなんですよちょっと前はねこの大きな陰線とか大きな陽線が冷やしであったんですけどもここにきて値動きがものすごくちっちゃくなってきたってことになりますまあ、ですんで FOMC があるまで小動きなのかもしれませんですんで今日月曜日ですけどもあんまり派手な動きがないのかなというふうに感じることができます えー、やっぱりね大きな資金を月曜日に入れてる方は今回は控えるんじゃないかなっていうふうな心理が見えて取れるんじゃないですかねはい次4時間です4時間になると右肩下がりのこの様相が見えてくるわけです大筋じゃこっち向かってるでしょでボラティリティは先ほどの「デイリー」でもお話した通りどんどんちっちゃくなってるところですよねでそれでいてこのレンジャー守ってることが 確認できますそれを1時間で見ていきましょうえぐれてるところは確かにこういうふうにちょびっとあるんですけどもおおむねこのレンジオプションの中でことは足りてるということなんですよはいで1時間軸を見ますけども1時間もレンジオプションですレンジが決まったのはこことここだったんですよねトレンドでグーッと上がってきてここを頭にする説もあったんですよここを頭にする説もでももうちょっと様子を見て修正しながら見ると ここが天井でここが船底っていう形で間違いないかなとでいろいろとえぐれた点はありましたけどもお調べてみると一部でしょこうやってえぐれたのはほとんどがこのレンジオプションの中で説明がつくわけですよつまりはここでセルしてここでバイすればよろしいですよってこととあとはね、あのー、もうちょっとレベルを上げてレンジ内でのブレイクっていうのもお話し,しました えそして現在、えー、価格はこの辺りにいるわけですけどもさあここからですよシンプルにレンジオプションを組んでいきますので値動きがねこの辺りに行くのかこの辺りに行くのか月曜日はしっかりと見据えてその後でレンジオプションに素直に従っていけばよろしいかと思いますこれがまあ,あの1週間を見通した時のとりあえず月曜日にできることかなと思いますその後ブレイクアウトもありますんでねブレイクアウトもロスカットを恐れずにやっていきましょうというのがこのえぐれっていうのが 存在しますんでブレイクアウトでもうねあのレンジオプション離れていくっていうことも考えながらでもレンジオプションが引き続き続いていくんではなかろうかっていうところも両面ありますんでロスカットをやっぱ覚悟しながら一部やっていかなくちゃいけないっていうところもあります。 はい、でえっ、ー、とリスクの負えない方はデモトレーダーで月曜日を過ごしてくださいで火水木斗まあ普段だったら取りやすいんですけども FOMC がありますからね今週は今のところちょっと不用意なことが言えないような段階ですあと FOMC に関しましてはあの株トレーダーでねあのもう随分実績がある えー、ストーンさんが、あのー、ライブ対談の方を申し込んできてますんで、えー、これが13日火曜日の21時からですかねこちらの方でねもしよろしかったら FOMC の準備を一緒にしていきましょうそこでねストーンさんなりの見解も聞けると思いますんで、えー、株の相場にもそれから FX の相場にも両方関係あることだと思いますのでこちらの方もご覧くださいそれでは概要欄に URL 貼っておきますお疲れ様です